岸優太の誕生日サプライズ。平野翔神宮寺優太の粋な計らいに涙。感動の瞬間を大公開。岸くん、本当に幸せなお誕生日迎えられてよかった。本当におめでとう。弟くんたち。岸優太の誕生日にサプライズが仕掛けられた瞬間は、ファンにとっても、彼自身にとっても、まさに感動的な出来事となりました。平野翔と神宮寺優太という二人の親友が、 この大切な日をさらに特別なものにするために、密かに計画を練っていたのです。そのサプライズは、決して派手なものではなく、むしろ控えめで温かいものでしたが、その裏にある2人の気持ちや、岸優太に対する深い愛情が感じられ、見る者全員に強く印象づけました。誕生日当日、岸優太はインスタライブを行う予定で、普段通りにオフィスのライブルームへと足を運びました。彼は何も知らず、 ただルーチンワークの一環としていつもの場所へ向かっていましたが、その瞬間、部屋の中で待っていたのは、仲間からのサプライズでした。突然の花火が上がり、平野翔と神宮寺雄太の、おめでとうという声が響き渡ると、岸優太は一瞬驚き、そしてすぐに笑顔になりました。この笑顔こそ、二人が最も期待していた瞬間であり、彼らにとっての成功の証しでもありました。ファンたちもまた、 このサプライズに胸を打たれました。インスタライブでその様子を目の当たりにした多くの視聴者たちは、まるで自分たちがその場にいて、岸優太と一緒にお祝いしているかのように感じたことでしょう。特に、2人の弟分ともいえる平野翔と神宮寺優太が見せた、いたずらっ子のような笑顔や、計画を練る際の表情がファンの心をさらにつかみました。ジグヒラ、という愛称で親しまれるこの2人が、 キシユータのために全力でサプライズを成功させようとする姿は、彼らの絆の深さを物語っていました。このような心温まるサプライズは、ただの友人間のプレゼント以上の意味を持っているように思えます。それは、彼らがただ一緒に働く仲間という枠を超えて、家族のような存在であることを示しているのではないでしょうか。特にジャニーズの世界では、グループ内のメンバー同士の結束がとても大切にされており、 ファンもその関係性を楽ししみにしています。今回のサプライズも、その一環として、多くのファンがジグヒラーの絆を改めて感じる機会となりました。また、ファンたちは SNS 上でこのサプライズについて盛り上がり、自分たちもまた、ILIZ としてその瞬間に参加しているかのように感じたのです。岸優太が幸せそうに笑っている姿を見て、多くのファンは涙を流し、共に喜びを分かち合いました。 サプライズ大成功という言葉が数多く飛び交い、ファンたちはこの瞬間を永遠に記憶に残るものとして心に刻んだことでしょう。しかし、単なるサプライズの成功という話ではありません。平野翔と神宮寺雄太の2人がこのような行動を取る背景には、岸優太への深い敬意や愛情が存在していることがうかがえます。彼らは決して大げさな演出を求めず、岸優太が最も喜ぶ形でのサプライズを企画しました。 それは彼がどのような人間であり、何を大切にしているかをよく理解しているからこそなし得るものです。そして、その理解こそが彼らの長い年月にわたる友情の証でもあるのです。さらに、このサプライズがもたらす意味は、ファンだけでなく、芸能界全体にも広がっていくかもしれません。最近、芸能界では仲間やチームの結束が重要視される傾向が強まっています。 これまで競争社会と見られがちだった芸能業界も、徐々にコラボレーションや相互支援を重視する方向へシフトしてきています。岩優太平野翔神宮寺・優太のように、互いを支え合い、喜びを共有する姿は、その新しい時代の象徴かもしれません。また、このサプライズに見られるような、仲間を思いやる行動は、単にエンターテインメントとして楽しむだけでなく、 社会全体ににも重要なメッセージを伝ええているように思えます私たちが日常生活でどれだけ他者を思いやり、感謝の気持ちを表現できるかが問われる時代になってきています。そうした意味で、今回のサプライズは、ただのエンターテインメントの枠を超えて、私たちにとって大切な価値観を再認識させるものでした。ガン・ユータの笑顔、そしてそれを見て喜ぶ二人の表情には、言葉にできない多くの感情が込められていました。 それは、彼らがこれまでに積み重ねてきた時間や経験、そして互いに対する深い信頼の証そのものだったのです。何気ない誕生日サプライズではありましたが、その背後には多くのストーリーや思いが込められており、視聴者たちはその一部始終を通じて、改めて彼らの関係性を垣間見ることができました。岸優太の29歳の誕生日は、彼自身にとっても、ファンにとっても、決して忘れられない一日となったことでしょう。 彼の笑顔は、ただ単にサプライズを受けた喜びだけでなく、その場に集まった全ての人たちとの絆を象徴していたのです。そして、その絆はこれからも続き、さらに深まっていくことでしょう。ファンとして、これからも彼らの成長や活躍を見守り続けることができるのは、とても幸せなことです。岸優太の誕生日サプライズは、その瞬間だけで終わるものではなく、 のちのちまで語り継がれる特別な出来事として、彼やファンの心に深く刻まれることとなりました。このようなサプライズは、単に誕生日を祝うためのイベントではなく、友情や絆の深さを示す象徴的な場面でもあります。特に芸能界の中で、長年にわたって築き上げられた関係性は、時にファンを魅了し、感動を与える力を持っています。ジャニーズという一つの大きなグループの中で、 それぞれが異なる道を歩みながらも、こうして再び集まり、互いを祝福し合う姿は、多くのファンにとって心温まる瞬間でした。平野翔と神宮寺優太が見せた兄弟のような愛情や、岸優太を心から喜ばせたいという純粋な思いは、彼らの関係が単なる仕事仲間ではないことを証明しています。この絆は、彼らが共に過ごしてきた時間や経験によって強固なものとなり、 今回のサプライズを通じてさらに深まりました。ファンたちは、このような瞬間に立ち会えること自体が、彼らを応援してきた一つの報いだと感じています。アイドルの成長や友情の進展を見守ることができるのは、長年応援してきたファンにとって大きな喜びであり、また誇りでもあります。今回のサプライズが象徴するのは、単にエンターテイナーとしての彼らの姿ではなく、人間としての彼らの成長や絆の深さです。 さらに、このようなエピソードが語り継がれることで、彼らのキャリアにも新たな意味が付加されることでしょう。これまで数々の舞台やテレビ出演、コンサートを通じて成長してきた彼らですが、こうした個人的な瞬間こそが、ファンにとって最も親近感を抱かせるものとなります。特にジャニーズファンの間では、メンバー同士の友情や裏側のエピソードがしばしば大きな話題となり、それがさらに彼らの人気を支える要因となってきました。 岸優太が見せた笑顔は、彼自身の喜びだけでなく、彼を取り巻くすべての人々との関係性を象徴していました。その場に集まった人々、画面越しに彼を応援するファン、そしてもちろん、彼のためにサプライズを企画した平野翔と神宮寺優太。この3人の物語は、一つの大きな節目を迎え、さらに次のステージへと進んでいくことでしょう。しかし、ここで忘れてはならないのは、 このようなサプライズが単なる偶然や一過性のものではなく、長年の信頼と理解に基づいているという点です。彼らは共に過ごす時間の中で、互いの価値観や考え方を理解し合い、それぞれの個性を尊重し合ってきました。その結果として、このような心温まる瞬間が生まれたのです。これこそが、彼らの成功の秘訣であり、これからも続いていくであろう絆の証です。また、ファンにとっても、 このサプライズはただのエンターテインメントを超えたものでした。彼らは自分たちもまた、岸優太の特別な瞬間を共有できたことで、ますます彼を応援したいという気持ちが強まったことでしょう。ファンとの距離感が縮まり、彼らの存在がより身近に感じられる瞬間は、アイドルにとっても非常に大切なものです。今回のような出来事を通じて、彼らのファンベースはさらに強固なものとなり、 これからも、多くの支持を集め続けるこことは間違いありません。これかガン・ユータ、平野翔、神宮寺・ユータという3人の物語は続いていくことでしょう。彼らは個々に新たな挑戦を続ける中でも、こうして時折再び集まり、互いの成長を確認し合い、そして支え合っていくのだと思います。それこそが、彼らの友情の真髄であり、ファンが愛してやまない部分なのです。 今回のサプライズを通じて、私たちは彼らの絆の深さを再確認すると同時に、彼らがこれからもどのように成長し、互いに支え合っていくのかを楽しみに待ち続けることができます。そして、彼らのように他者を思いやり、共に喜び合う姿勢は、私たちの日常生活にも多くの示唆を与えてくれるものです。彼らのように、互いを大切に思い、支え合うことの大切さを、私たちも学び、 実践していくことができれば、より豊かな人間関係が築けるかもしれません。そして何より、このような特別な瞬間を共有できること自体が、アイドルとファンとの間の絆を深める大切な要素です。これからも元優太タ、平野翔神宮寺・優太という3人が、どのような形で互いに関わり合い、成長していくのかを、私たちは楽しみに見守り続けることでしょう。そして、彼らの友情や絆が、 ここれからも多くの人々に感動をを与え続けることを願っています今回のサプライズを通じて、ファンたちは改めて、ジグヒラーの魅力や、ナンバーアンダーライン愛の特別な存在感を感じることができました。そして、この特別なグループがこれからどのような道を歩んでいくのか、ますます期待が高まります。ファンとしては、彼らの成長を応援し続け、さらなるサプライズや感動を共有できる日を楽しみにしています。 太平野翔神宮寺裕太という3人の物語はまだまだ終わりません。彼らがこれからも互いを支え合い、共に歩んでいく姿をファンとして見守り続けることができるのは本当に素晴らしいことです。この特別な誕生日サプライズはその一つの象徴として永遠に語り継がれることでしょう。そして彼らのように互いを大切に思う心を、 私たちも日常の中で大切にしていきたいと思わせるそんな温かいエピソードでした。